会津坂下町は、福島県会津地方に位置し、川沼郡に属する町。会津盆地の西部に位置する。町の中部から東側は盆地が広がり比較的平坦で水田が多い。一方、町の西側は山林が多い。町の東側から北側にかけて阿賀川が流れている。ほか、西部には只見川が流れる。古来より交通の要衝として栄えた。江戸時代には旧坂下において、毎月旧暦の14日に市が建った。坂下町から3里の範囲では市を建てないようにという会津藩のお触れがあり、商業、流通の中心として保護されていた歴史がある。会津若松、北方、高田それぞれか3里、12km であるため、坂下の馬鹿3里とも呼ばれた。慶長16年の会津大地震が出現し、旧越後街道が、現在の国道49号線付近まで北側に移動したことでもわかるように、会津盆地でも一番高度の低い場所に位置する。余談であるが、現在の広瀬地区の地名は当時この山科湖に水没していたことに由来する。この関留湖は50年ほど存在しそれを解消したのは星名正幸と言われている。また、沼田街道。会津坂下町群馬県沼田市の起点が旧越後街道の鐘月堂峠の入り口にあり、ここより七折峠、国道49号を通り奥、会津、尾瀬ヶ原、群馬県片品を通り、沼田へ至る主要街道であった。また、江戸時代、旧坂下地区には奥、会津柳津の銀山から掘り出された銀の集積地があった。また新潟より阿賀川の水運で運ばれてくる海産物を荷揚げをする荷揚げ場もあった。荷揚げ場を整備した当時の民間人佐藤上海が荷揚げ場に橋も整備し、その名が現在の竹助橋として残っている。坂下高等学校会津、農林高等学校廃校になった学校会津坂下駅亀が森古墳と鎮守森古墳。ありがとうございます。